はい、どうもこんにちは。今回はですね、大阪日本橋の方にちょっと買い物に行こうと思って今バイク走らしてます。もう動画がいっぱいすぎてハードディスク 4TB がもう埋まりそうなんですよね。それで、まあ、ハードディスクにするか SSD にするかちょっと現場行ってから考えようと思ってるんですけど、ちょっとストレージの増強を図ろうかと思って今向かってます。おい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 。あとちなみにね、大阪は日本橋じゃなくて日本橋ですからね。ここ間違えたらあかんよ。テストでやるからね。たまに大阪に住んでる人でも日本橋のことを日本橋言うから、ちょっとなんかイラッとするんですよね。ちょっと日本橋寄っていけへんって、ちょっと寄っていく距離ちゃうやろみたいな。まあそんなわけで日本橋ですね、日本橋へ向かいます。まあ今正月三が日なんでね、福袋とか結構にぎわってると思うけど、ああいう福袋は買うもんじゃないね。やっぱ欲しいもん買うんが一番やわ。ああいうのはもう YouTube の福袋開封動画を楽しむだけにしといた方が絶対いいし。うわ、もうララポート行きの道混んでるわ。もう来る途中もえらい渋滞しましたよ。もうララポートとかもうなくなってくれたらいいのに。一時期自作パソコンっていうのに凝ってて、結構自分で組み立てたりしてたんですけど、最近はもうめっきりがなくなったな。というかでんでんタウンの衰退がすごいよね。オタロードって呼ばれてる方はまあまあ人多いんですけどね、もうでんでんタウンはダメですよ。あとね、日本橋行く目的として、このヘルメットのアゴマウントをしてるカメラ、今 GoPro Hero 8なんですけど、それをもうアクション4に買い替えたいなと思って、その実機を見にまあ日本橋の方にもちょっと行ってみたいなと思って。売ってるかな。いや、まだ電気行ったら置いてるとは思うけど、インスタ360 Ace Pro と、まあ、アクション4とどっちを買おうかちょっと悩んでたんですけど、 Ace Pro はまあ画質はかなりいいんですよね、特に夜間撮影とかだけど、いかんせん重たすぎる。170何グラムでしたっけ、もうスマホの重量ですよね。アクション4が140何グラムだったかな。やっぱ30グラムの差ってね、ヘルメットにつけると結構差ありますよ。それとアクション4は何がいいかって、広角がものすごい広いんですよね。広角レンズの良さってね、こういう元ブログしてると視界が広いほどこう周囲の流れる景色が速くなるからスピード感が出るんですよね。それとあと、まあ、自分の元ブログでもたまにあるけど、あのご飯写すシーンとか、スマホだったら結構見た目仰々しいじゃないですか、こう周りに気を使うっていうか。でもアクションカムのあのちっちゃいボディサイズやったら、まあ、あんまり目立たないし、あと広角の良さっていうのは、カメラレンズとお皿の距離が近くってもものすごい広く映してくれるんですよ。まあ、それで結構アクションカムは重宝してるんで、広角カメラはやっぱいいですね。どうせカメラ買い替えるんやったら、今出てるいっちゃんええやつを選ぶっていうのがベターですよね。予算削ってちょっと廉価版とか買うっていうのはあんまりおすすめしないね。やっぱりカメラって、ね、使い慣れてくるとどんどんできること増えてくるんですよね。そうなるとやっぱり廉価版じゃなくって上級グレードの機能が欲しくなって、結局買い替えになるっていう安物買いの前後品になる可能性が高いジャンルですね、カメラって。もう今ってアクションカメラ買うんだったら GoPro かインスタ360か DJI、 この3つですよね。ソニーもいいんですけどもう売ってないし、それ以外の中華カメラはもう全部ダメです。
結局なんだかんだ不満が出てきて、今挙げた3社のアクションカメラに落ち着いてくると思う。昔ね、安物の中華カメラ装着してビーナスライン走ってたんですよね。それでまあ絵的にはすごくいいの撮れたんですけど、家で見返してみるともう手ぶれガクガクやし、なんか輪郭もぼやぼややし、やっぱりいいカメラで撮らないとダメですよね。それとまあ個人で楽しむんやったら別にいいんですけど、俺みたいな YouTube やってる人やったら、やっぱり視聴者さんにちょっとでもいい画質、ちょっとでもブレの少ない映像っていうのを見せるのもやっぱり大事なことやしね。その辺は必要経費かなと。スマホのちっこい画面で見ると結構そういう映像の粗さって目立たないんですけど、何十インチっていう大画面テレビとかで見返すと結構手ぶれがきつかったり、輪郭がぼやけてたりきついんですよね。で、YouTube ってやっぱりアップロードした時点でちょっと画質が劣化するんで、オリジナルの画質ってもっといいんですけどね。だからそういう意味でもカメラはケチったらあかん。買い物の格言として有名なのが、悩む理由が値段なら買ってしまえ、買う理由が値段ならやめておけ。これはほんまにそう思う。特に高額商品の場合はね。今宮恵比寿神社混んでるやろな。一心寺もあるしね。あの辺はちょっと渋滞してそう。右から行きましょうかね。だいぶ止まりやな。ミスっちゃったな。よっしゃ。ここから一通なんで、ちょっとエンジン止めましょう。よいしょ。バイクはこれができるからね。これ上りやったら死んでたな。まあ、やっと出てきた。普通に渋滞並べばよかったな。ライフ止めるか。実はここ無料で止めれるんですよね。だけどいや、有料止めよう。はい、到着。結構入ってんな。南に進みます。続いて右方向です。なるべく奥行くか。
間だからね。で？はい、ということで日本橋後にします。通天閣、通天閣行こうかなと思ったけどもいいか。結論から言うとですね、何も買ってません。正直ネットで買った方が安いかな。もうちょっと新春セールとかやってるんかと思ったら全然やってなかったね。やっぱり円安っていう影響もあるし、それでかな。ただね、オズモアクション4はもういじり倒してきた。実際触れたのは良かったね。録画とかもできる状態やったし、やっぱり操作性はもう GoPro よりもはるかにいい。あれは欲しくなるね。